さあ今週も始まりましたパッチタウン TV。 さあ今週からですね、はい、1リニューアルということで、はい、新コーナーもありますんでそちらも楽しみにしててください。というわけで今週のスペシャルゲストこの2人です。どうもお願いします。でもゲストはリニューアルしてないという。いや僕1年ぶりぐらいですからね。ですかね。ちょっと前に出ましたけど1回出たんやん。2回、2回か。何それ外すんだよ。というわけで家で大体ね、大体1年ぶりぐらいなんで。さあ年一登場のガッキーさんですけど、はい、そしてもう一方。はい、12年連続プラス収支の男デリカツです。よろしくお願いします、はい、お願いします。何回も言ってるんでしょうね。1回はね、まあ、1回ちょっと噛みながら言うんでね。さあそんなお二人をお迎えしまして、ベックス東串原店で本日の企画は、はい、最強タッグ決定戦でーす。さあ今回は AT、ART に好評のある、定評のある好評はないよ、好評はないってごめんごめん、A タイプに定評のあるデリカツさんが来てくれたということで、はい、それぞれタッグを組んで、はい、合計枚数でバトルを行いたいと思います。お勝敗の鍵を握ると言われているお助けボックスとお助けカードを用意。お助けカードは各チーム1回のみ使用することができます。さあチーム戦ということですが、チーム分けでは早くも揉めてしまいます。え、タッグはどういうタッグになるんですか。そうですね、選んでもらいましょうか。どっちと組みたいか。選んでいいですか、はい、どうぞどうぞ。じゃあ僕、健坊さんで。お、デリカさんは。そういうことは自分は健坊さんがいいです。なんでよ。というわけで今回3対1のですね、ちょっと変則タッグというないでしょ。ないない。いや、だってさ、引いてるイメージが全然ないんですよ。まあね、勝ってます。今負けてる。2017は負けてる。3月は気まずい。負けてる。負けてるんだけど、うん、コンチパ女勝たないんですよ。コンチパ入ってるだけですから ね。結局ガッキーが折れて、コンチパ女ことミホちゃんとチームを組むことに。これが吉と出るのか、それとも凶と出るのか。今回の舞台はエイペックス東串原店。パチンコ324台、パチスロ387台を取り揃え、明るいスタッフが皆さんのお越しをお待ちしております。さあデリカツさん、私たちの本日の狙い台なんですけれども、はい、ニューアイムジャグラー EX、はい、こちらで勝負したいと思います。はい、まあ、この台の特徴といいますか、はい、そうですね、この台はですね、あのホールで最も高設定が入りやすいジャグラーとなっております。ほう、はい、ですので、まあ、期待して打ってみましょう。了解です、はい。まあ、とにかく先に当てて、はい、ね、はい、そうですね、プレッシャーかけていきたいと思います。はい、かけましょう。はい、ということで僕たちは腹です。はい、取らせていただきました。頑張ろう。あんまりそんな気分でなかったんですけれども。え、そうなの。ミホちゃんがハーデス打ちたいって言うから。おう、もうね、そうなの。そうですよ。なんかもう私としてはガッキーといえばゴッドみたいなイメージがあったから。いや、あのね、うん、そう、よく言われます。ミホちゃんは、はい、ゴッド系打ってる時にどんなことを考えながら打ってますか。当たった時の自分をイメージしながら打ってる。いつもダメですね、全然ダメ。え、なんで。ゴッドといえばやっぱね、語呂合わせなんですよ。だからいちいちこうね、出目が出るじゃん。はいはい。この時に語呂合わせしながら打ってみてください。あれでしょ、ヨーロッパとか。そうそう、知ってるじゃん。ミーとか。そう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 、一個一個言ってみて、一個一個。あ、これはミー、これなんもないよ。これなんもないよ。むちゃぶり。僕はこれはさあ来いって思ってます。さあ来いって、あ、そろそろ来いっつって。あ、さすがだ。関係ないんだけどね。すごい、なんかそれだけで当たりそうな気がしてきた。そう、自分の気持ちを高めるために、うん、そういうわけわかんないことを考えてます。これはね、これゴーサイン、ゴーサイン。あ、ほんとだ。ちなみに V サインだったらリーチ目、あ、 V なら当たりで、5だったら、僕の中では5歳。あ、そういう風にも楽しめるんですね。そう、僕はね、楽しんでますね。あ、なるほど、ちゃんと液晶を見るようにしますね、これから。語呂合わせを楽しんでいる間に、健坊&デリカツチームに動きが。おー、やりました。やるな、やりました。セリー重複です。やりました。やりました。あ、光った。やりました。
助けてもらってもいいですかね。いきます。はい、じゃあデリクスさん。あ、はい、モノマネ。じゃあデリクスさん、モノマネお願いします。モノマネですか。コウメ太夫のモノマネをします。お、お願いします。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちくしょう。なんなんこれ、どこがこれ。え、こんなん入ってんの。お助けになってないんですけど、全然。出だし好調のケンボー&デリカツチーム。しかし、お助けボックスで引いたモノマネ以降、なかなか当たりが来ず。流れを変えるために、デリカツ印の当たるサプリを二人で飲むことに。飲めば当たると言われているが、果たして効果は。おー、光りました。すげえ。おっ、やりました。やりました。おー、やりました。3回目本気出すんで。お、当たったじゃん。は、なんでだよ。ごめん、まあ当たりました。ガッキーがお引越ししてない間に揃っちゃいました。ね、まあでも早い早い。あの、何を引くか大事だから、ジャッジメントで。はい、ワンチャン。楽しい。普通ですね。みほちゃんが331枚。僕も今ヘルゾーンに入りました。赤なら外しちゃいけない。赤なら外しちゃダメ。赤、赤。よし、チャンス。はい、はい、やりました。いや、これいいね。やりました。ガッキー負けれた。で、やっぱりね、ノーモアドッグ、犬はやめてほしい。で、この準備中もレアで引くとジャッジメントの内容を上のものに書き換えるっていう抽選があるんで、まあ、レアで引ければ引けるほどチャンス。いきます。どうですか調子は。あれあれあれつか、なんで剣棒だからこのタイミングでこっち来るんだ。調子はどうですか。しかもなんか余裕のオーラがある。いやいや、別に普通に様子見に来ただけなんで。いや別に、まあまあぼちぼちですよ。ぼちぼち、まあそうですね、お互い当たったし。何が何でも勝ちたいミホ&ガッキーチームがここでお助けカードを使用。果たして勝利に近づくカードを引けるのか。この後ミホちゃんが可愛いキス顔を披露。今回のバトル、両チーム順調に大当たりを獲得。あ、この後ミホちゃんがキス顔を披露します。カメラの前でするのも嫌けど、みんなが見ようのも嫌。じゃあこれが人だと。それではお願いします。3、2、1、どうぞ。大好き。あの、みほちゃん、なんかごめん、なんかごめん。どう、みほちゃん、リラックスできた。できるか、できるわけない。てか、助けられた。元気なくなった。どの辺がお助けカードなの、あれの。分からん。いいの入ってんのかな、あれ。全部見せてほしいわ。もう、お、何引いた、何引いた。ちょっと妙なことありぜ。やり刺さりましたけど。ハーデスのやり、これね、ゴッド揃いまであり得る。赤か紫狙ってね。え、これ初当たりですね。多分普通に当たっただけだと思います。え、ショック。あ、野菜、野菜。あ、野菜、多分当たりましたね。っていう意味のハーデスであり、当たったんですよね。はい、はい、やりました。キス顔したら引きが強くなってるよ。もういいわ。70ゲームゲットです。お助けカードでもっといいの引かないとさ、負けちゃうよ。そもそももっと
いいのがあるのかな。わからん。あ、あるよあるよ。ある。ナイスナイス、当たったんじゃない？当たったんじゃないですかこれ。素晴らしい。やったー。チャンス目からの当たり。嬉しい。でゴッドゲーム中なんで。はい。ありえますよ、犬以外も十分ありえますよ。あ、犬以外も見たいですね。行こう行こう。おいしか。ペルシフォーネ様、ここ勝負どこ。頑張る頑張るよ頑張るよ。オッケー。あ、手が。あとは普通狙って狙って、あ、狙う。よし、50ゲーム。回れ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 。あるあるある。これいったんじゃない。うわマジか。だけ何ゲームだ。157。おお、ってことは450枚ぐらいいくじゃないですかこれだけで。おお、いいね。まあ向こう次第だけど。当たりました。負けないサプリを食べてすぐ当たりました。もういいからそのくだりは。すげえ、やりました。取りました。おお、すげえ。あ、単独。おーっしゃー、やったー。これ勝ったんじゃない。また光りました。これがビッグでやってほしいですね。すごい。まあ見らずに揃えましょうか。そんなの。はい、すげえ。やりました。今揃えた自分が一番びっくりしてると思う。やりました。さすがマイスター。マイスターです。またペカりました。しかも7ゲーム、7、なんとスタート7ゲームでやりました。早い。やるね。よし、ほんとすげえな。なんと今度は5ゲームまたまた5ゲームで光りました。絶好調です。なんか気持ち悪いですね。よし、メイク。もう勝ちはもらいましたね。よし、なくはない。なくはない。はぁ、大体そうなんですね、メイク。さあ、今562枚ゲットです。いやー、どうですかね、ジャグラーチームに勝てるのか。562枚、結構いっぱい増えたけど。いけいけい。え？いけい、引いて。オッケー。白熱のバトルを制するのは一体どっちだ。結果表よっ。さあ、それではガッキー美穂ちゃんチームから発表してください。はい、結果はお願いします。443枚ゲットです。はい、どうも。まあ頑張りましたよ、うん。さあ対する剣豪デリカツチームお願いします。1119枚です。イエーイ。というわけでこの勝負、剣豪デリカツチームの勝ち。いやでも剣豪さん活躍しないですよね、あんまり。はい。あ、そうなんですか。はいじゃない、はいじゃないです。いい返事。まあ、とにかくうちはもうデリカツさんがすごかった。ほう。いやもうどんどん当たるんだ。一人でですよ、だから。はあ、すごい。喋りは三流、腕は一流ですのでね。気持ち悪いでしょ。助けて。ね、あれ、うん、なんか引いたんですよ。ほう、お助けカード、うん、ほうほう、引きましたよね。全然助かってないですよね。全然助かってないですね。もうちょっとよく分かんなかったんですけど、一応キス顔ですよ。お願いします。じゃあ一歩前に。はい、今日も見てくれてありがとう。気持ち悪いね、なんか、うん、気持ち悪いですよ。結果気持ち悪いですよ、今日。最悪。何ここ。いや
な, 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 なんなのこれ。なんかディレクターにね言われてきたけどな、全然人もいないやん、ね、ディレクターとカメラなんで外なんですか。なんなのこれは。レジャーシートもあるよ。いや、えどういうことこれ。えこれ座れっていうことなんだ。座れます。雨降ってるみたいな。あら、なんか、なんか出て、髪がなんか出て、なになに、なんか何なんか書いてる。ちょっとめいちゃん読んでんじゃん。え、私、うん、わ、長、読みますね。はい、うん、カチタン TV がプチリニューアル。この4月から福岡佐賀版、長崎版、大分版、山口版、鹿児島版と5番組それぞれの出演者が変わったり変わらなかったり、どっちやねん。どっちこれ。ちょっぴり新しいカチタン TV を楽しんでくださいね。うん、でそうそう、この3人のコーナーもちょっぴり変わって番組の最後に追いやられました。そういうこと。今度から以前のスタジオ、以前のスタジオも追い出されました。ぶっちゃけ経費削減です。おい、経費削減どういうことや。以前のようにおしゃれカフェのようなスタジオに戻してほしければ、うん、画面の上にある番組企画案募集と視聴者参加募集の応募数を増やしましょう。出た。応募数が増えればこの場所からランクアップしていくかもしれませんよって。感想だけでも OK です。皆さんのご応募お待ちしてます。大人がよく使う手口やこれ。あ、こんなことやってなんかあの視聴者の企画とか参加募集を増やそうとしてるんでしょ。うわぁ、もうやだわ、やだ。もう寒いしさ、雨降ってる。追い出された。いや待って待って、なんか出てる。ちなみにこのコーナーのタイトルはあと2分ですが、あと残り10秒しかないので全力でアピール、全力でアピール。助けてください、声を押してください。